まあやっぱり水だと足遅えな。もう登っちゃっていいのかな。うん。ああ、びっくりした。あ、体力回復。他には何もないか。よっ。え、暗くない？てか、マジこれ1個残しといてよかったな。特に脇道はないと。なかったらマジこれ全然わからんや。まあまあそうなってるっていうことは多分道なんか用意はしてないんだろうけど、あんまり気にしなくてもいいのかもしれない。うーん、おー、なんかすげえ場所に来たな。なんかゴリゴリ進んじゃってるけど、なんか道中気になるところいくつかあったのをすっ飛ばしてきちゃったけど、あっちはあれかな、隠しの関連なのかな。いや、違う、もっと言うことあるでしょ。いや、進めねえじゃねえよ。もっと気になる舞台あるでしょ。まあ、君がスルーを決め込むというのならば、いいけども、こっちとしては。っていうことは、こっちに行くのかな？でもさっきから気になってるけど、なんかあるんだよな、上に。ただのデザインか？くれえな。ダメだ、これで分からん。明かりのある方に行こう。お前か、ドタドタさんね。シャンシャンの次はドタドタさんか。なんか降りてくる。ああ、これで向こうに行けるようになるってことか。なるほどね。めっちゃいるやん。大丈夫？ここ大丈夫？大丈夫か。爆竹は大きな音で徘徊者を引き寄せる。一見危険だが実はとても便利なアイテムだ。鳴き声の主をどかすのに便利なことはここまで来た君ならもう知っていることと思う。その他にも鍵のかかった部屋に投げ入れることで徘徊者に扉を破壊してもらうという荒技もできる。危険な虫を追い払うこともできる。爆竹を使いこなせば探索有利に進めることができるだろう。 K さん、クリスタル K、 よくわかんないけど K さんという方がなんかヒントをくれた。まあそれをここで言うってことは、あそこかな、あそこに爆竹投げ込んで、あいつをうまく利用しろってことだよね、多分。よっ、ここで大丈夫かな、見つかるこれ。
めっちゃめっちゃ目の前通ってった。怖っ。がいるな、まだ。まあそこでバチバチ言ってんだから、そりゃそうか。ん？どうなってる？おお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 お。なるほどね。あ、そういえばこいつ音に反応しないんだっけ？ん？下があるな。ちょっと待って、暗。上に行くのか下に行くのか。鍵かかってる。中に入ってくんのかな。いや大丈夫か。あ？え、わかんないわかんない。行っちゃおう行っちゃおう。あいつ音には反応しなかったはずだ。ん？この点滅はどこの点滅？外にいるやつに反応してんのか。ここに誰かがいるわけではないのか。ん？行き止まりだけど。は？ああ！え？ん？ちょっと待って。橋を上げた状態にして向こうに渡れってこと？え、でもじゃあこっちにレバーないとダメじゃない？だって向こうでやったらさ、橋上がっちゃうじゃんね。ん？どういうこと？それとここら辺どっかにレバーある？ないよね。ん？どういうことだ？ちょっと待って、位置が分かんねえな。島離れたな。どういうこと？それともやつが行ってる向こうにあんのか。待って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 。どういうこと？だってこれやったらさ、上がってっちゃうじゃんね。別にこの状態で乗れるわけでもないし。やっぱこう、どうやって行くの？だってあいついるじゃん。だってあ、それも爆竹使えってこと？ちょ、違う！中に入れようと思ったの。これでやつがあいつに、ちょっと待って、なんかちょっと早かったなよっ。ちょっと待って、なんで、何に跳ね返ったの？ちょっと待って待って待って、こっち来ちゃうこっち来ちゃう。あー、なるほど、そういう風に動き止まるのか。なるほどね。いや、なるほどねじゃねえんだけど。いやー、困ったなー。爆竹あと1個しかないんだけど。後ろからついてっか。向こう行ったな。繋がってんのかな。びっくりした。あ、でも向こうなんかあるの？やっぱり向こうが正解か。ちょっと待って、
そんなに目がいいわけでもないみたいな。オッケー。こっちにおそらくレバーがある。ちょっと待って、早くしないと戻ってきちゃう。どっかにレバーがあるはず。レバーあった。ちょっと待って、体力回復もあるよっ。なるほどね。どっか他にはアイテムないのか。もう戻るの。ちょっと待って、あいつどこまで来るんだ。めっちゃ来るやん。まあでもこれ音に気づかねえんだから、後ろついてきゃいいのか。また同じようにこっち側回って、で、やつがまた向こう側に回るのを待って、OK! 体力持つ？体力持つ？早く早く早く！ちょっと待って！体力が、体力が！走らせて！危ない！危ねえ！こーわ！ OK！これで橋が OK。 かかってるから向こうに行けるようになるよと。あー、びっくりした。爆竹ミスりまぐった時には積むかと思ったぜ。はい、渡りました。レバーがある。ん？お、なんか水門が開いた。水門が、あー、そっかそっか、なるほどね。これでさっき水が溜まってたやつが解放されたら、これできるようになるのか。え、これ戻っ、ここはあそこか。降りられるの？あ、降りられた、降りられた。オッケー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 。これで戻れば、先に進めるようになるよと。いいねいいね、順調じゃん。あれは関係ないのかな、やっぱり。そうだ、さっき行ったとこってあれ？いや、そんなことないよな、位置的に。いや、わかんないな。まあいいや。OK。ちょっと待って、さっき浮いてたやつが、いないか。ふぅ。なんかある。鏡だ。これ別に鏡があったらやっぱりワープってわけでもないんだな。さっきもあったもんね。もうこれで体力全回復。おー、やっと明かりがありましたよ。緑の葉っぱ。こうか。緑をした何かの葉っぱ、スタミナの回復速度が大きく上昇。なるほど。つまり、長く走れるようになるよってことね。なってる？なってるような、なってないような、ちょっとよくわかんないけど、多分なってるんでしょう。あー、やっと明かり。気持ち悪。絶対これ触れちゃいけないやつだよね、多分。気持ち悪いのいるわ。触手まで出てくんの？
まあきっとこの後あれたくさん出てくるんだろうな、きっと。これさっきの人かな？は？何？あの黒いの何？だよね。そうだよね。行かせてはくれないよね。そんな気はしてたさ。よ、はあ？なんだ？パリピがいるのか。フォーって言ってる。